戦争中盤の1778年9月7日に、フランスがイギリス領西インド諸島のドミニカに侵攻し、成功した戦いである。この戦闘は、カリブ海のイギリス当局がアメリカとの同盟国として、フランスが参戦したことをまだ知らない時に起こった。西インド諸島のフランス総督ドブエ公爵、フランソワ・クロード・アムールは8月17日に、 フランスが参戦したことを知らされ、進行部隊を編成し、ドミニカのフランス語を話す、人々の支援を得るためにスパイを侵入させた。1778年9月7日、早朝、フランス軍がドミニカ島南東の海岸に上陸した。この部隊はすぐに、島の防衛拠点のいくつかを掌握した後に、島の首都ロ像を見下ろす高台を占領した。 島の副総督、ウィリアムス・スチュアートは残っていた部隊と共に降伏した。この後、ドミニカ島は終戦までフランスの支配下にあったが、戦後イギリスに返還された。アメリカ独立戦争の展開点となった1777年10月のサラトガの戦い、それに続くイギリス軍ジョン・バーゴイン将軍軍隊の降伏後、フランスは申請官もないアメリカの同盟国として、 この戦争への参戦を決めた。フランスが参戦する目的には、7年戦争敗北の結果として、イギリスに譲った領土の回復があった。特に興味があった湿地は、フランス領マルキニーク島とグアドループの間にあり、1761年にイギリスに占領されていた西インド諸島のドミニカ島だった。この島を取り返せば、島の間の通信が改善され、 フランス戦を襲っていた、死略戦の港として、ドミニカの港を使えなくするという効果が見込まれた。ドミニカでは、海戦の1775年から、総督のトマス・シャーリーが島の安全について、心配していた。ロンドンの植民地担当部署からは防衛費を最小限にするよう指示が来ていたが、これに逆らって、貨車クルーなどの取りの改良を推進していた。 1778年6月に、シャーリーが島を離れて、ロンドンに向かったとき、工事はまだ完成していなかった。指揮権は副総督のウィリアム・スチュアートに渡された。1778年8月に、フランス領西インド諸島総督ド・ブイエ公爵、フランスはクロード・アムールが、フランスの参戦を知らされたときにも、防御工作の工事は終わっていなかった。カリブ海における、 ドミニカの18月17日のフランス海軍のフリゲート艦コンコルドがマルティニーク島に到着し、パリからはできるだけ早い機会にドミニカを占領するよう命令が伝わってきたので、ドブエは即座にその作戦を立てた。ドミニカの住人の多くはイギリスの管理下に入った年月きでもフランス支持に止まっていたので、彼らとの接触を保っていた。その結果、 ドミニカの防御状況の詳細を知ることができ、その守備隊で任務に適した兵士は50名に過ぎないことが分かっていた。ドブイエは戦力的にフランス艦隊をかなり上回るイギリスのサミュエル・バーリントン提督指揮下、リーワード諸島艦隊の所在も心配していた。ドブイエは知らなかったが、バーリントンはその任務に就いたばかりであり、新しい指示が来るまでは、 バルバドス島にその艦隊の大半を止めておくよう命令を受けていた。ドミニカ島のイギリス軍は総員約100名であり、首都のロゾーズをそれを見下ろす丘お及びカシャクルーの防衛拠点に分散していた。フランスによる1778年のドミニカ島、防衛拠点を示す地図、島の左下にカシャクルー、右上にプリムスルパートワンがあるドブイエはマルティニーク島で、 進行部隊の準備を始めながら、ドミニカの当局との交渉では、表面上の和平を装っていた。9月2日、ドブイエとスチュアート副総督は、市略船の乗組員による略奪を正式に禁じる合意書に調印していた。翌日ドブイエは、主艦の一人をドミニカ島に送り、イギリス海軍のフリゲート艦が、プリンスルパートワンに停泊しているかを確かめさせた。 スチュアートはこの時間を疑い、尋問した後に釈放した。9月5日、ドブイエは、イギリスのフリゲート艦がバルバドスに向けて出航したことを知り、即座に進攻に取り掛かった。その夜、フランス人数人が、貨車クルーの砲台に入り、守備兵に酒を飲ませ、砦の大砲の方向に砂を注いで一時的に、使えない状態にした。ドブイエは、 実際に何人かのスパイを島に侵入させ、地元のフランス語を話す民兵には、いざという時に任務を放棄するよう説得させていた。1778年9月6日に一没後、フランス艦隊のフリゲート艦トゥールトレル、ティリジャン、アンフィトリト、コルベット艦、エトゥールディ及び、小艦艇数隻の船体に、フランス兵1800名とシ願ン兵1000名が上艦し、 マルティニーク島を出港した。資料によっては、フランス軍の勢力について、かなり異なる数を記している。ここでは、ドブイエの報告書から引用しているが、イギリスの資料の中には、フランス軍が4500名に上っていたとするものも、ある。最初の攻撃対象は、カシャクルーの砲台であり、そこでは、イギリス軍守備隊が酒で正気を失い、 大砲は使えない状態だったので、9月7日、夜明け頃にほとんど抵抗もなく占領された。イギリス軍第48不評連隊の兵士2人が、強壁を乗り越え、下に落ちて死んだ。砲台を確保したフランス軍は大砲を発砲し、その内通者に送る信号として、空に向かってロケットを打ち上げた。これらのことで、路蔵のスチュアート副総督も気づき、 すぐに警鐘が鳴らされた。フランス系ドミニカ人民兵の多くが、ドブイエの手配通り、集まらなかった。最終的には、約100名の民兵が集まり、露蔵防衛の部隊に割り当てられた。ドブイエ公爵、フランソワクロードアムールフランス軍は、カシャクルーと露蔵の間に部隊を進行させた。その目標は、首都の上にある高台を占領することだった。 1400名の主力部隊は、ロゾーの南役に参る、ポアン・ミッシェル近くで上陸した。他の砲台からの激しい砲撃で40名の損失を出した。ドブイエは別の600名を、ポアン・ミッシェルとロゾーの間にある、ルービエールで上陸させ、さらに500名を、ロゾーの北に上陸させた上に、艦隊のフリゲート艦を、ロゾーの防御部隊への砲撃のために移動させた。 フランス軍は海岸のルービエールの砦を簡単に占領したが、高台からの砲撃で3度撃退された。別号隊が高台に到着して、丘の砲台を占領するまで後退することにした。正午までにフランス軍が首都の上の高台を占領し、スチュアート副総督は事態が絶望的であることを理解した。その後は交渉に移り、 スチュアートとトブイエは午後3時頃に降伏条件書に署名した。その手続きはフランスのフリーゲート艦の一席に妨げられた。その艦長は明らかに手続きが進行中であることを知らず、イギリス軍機が依然として翻っているヤングトリデを砲撃した。両軍の指揮官は急ぎトリデに向かい、合意が完結する前にそれ以上交戦が続くのを止めさせた。 続いて、フランス軍は、正式に、ゾーを支配下に置いた。イギリス軍政規兵は、戦争捕虜となり、民兵は釈放され家に返された。ドブイエは、住民との良好な関係を保つことに関心があり、軍隊には町を略奪させなかった。その代わりに、島の住人から4400ポンドを徴収し、それを兵士に分けさせた。ドブイエの公式報告書では、 フランス軍に損失がなかったことになっていた。スチュアート副総督は、フランスが進行中に被った損失を明らかに隠していると報告した。ドブイエは800名の守備隊を島に残して、指揮権をド・デュシリュー公爵に渡し、自分はマルティニーク島に戻った。ドミニカ陥落の知らせは、ロンドンで驚愕を持って迎えられた。 戦列艦一石でもあれば攻撃を防ぐことができたと考えればバーリントン提徳はこの損失を強く責められその受けた命令に固執しすぎていたことを非難されたバルバドスで遅れてきた命令と援軍を受け取ったバーリントンは1778年12月にセントルシアを攻撃して占領したこれらの出来事はこの戦争中に何度も繰り返された カリブ海諸島の支配権交代につながる軍事行動の初期のものであり、ドブイエも何度か戦闘に巻き込まれた。トマス・シャーリーは1781年にリーワード、諸島総督に指名され、1782年に起きたセントキッズ包囲戦においてイギリス軍が降伏した時にドブイエによって捕虜にされた。ドミニカ島は1784年までフランスが支配。 したが、ド・ブイエにとっては不本意なことに、1783年のパリ条約の条件によって、イギリスに返還された。フランスが進行中に、島の先住民や、根結の者たちに武器を与えたことは、イギリスにとって、悩みの種になった。以前はおとなしい方だった、この地元民部隊は、イギリスが島の占領範囲を拡大しようとしたことに、 抵抗し、1785年には紛争拡大につながっていった。ありがとうございます。